イバノボ市電はかつてロシアの都市、イバノボ市内に存在した路面電車。ソビエート連邦時代の1934年に開通したがトロリーバスへ置き換えられる形で2008年までに全線が廃止された。イバノボ市内に軌道交通を建設する動きはすでに19世紀末に馬車鉄道の建設計画として現れており、1911年には 路面電車を建設する計画が提案されたものの、ロシア革命等による混乱からこの時点では実現せず、実際に路面電車が開通したのはソビエト連邦の成立後、1934年11月6日となった。その後はビのノボが工業都市として発展するのに合わせて、急速に路線網の拡張が続き、1936年時点で5つの 系統が運行していた。第二次世界大戦後も拡張は続き、1960年代には4号線が廃止されたものの、1970年代以降は、市内中心部を走る環状系統を含む7系統が長期にわたって運行された。ソビート連邦の崩壊後、1993年に一時的に4号線と名付けられた系統が復活した時期があったものの、 維持費用の高さや平均速度の遅さ、施設の老朽化による騒音や振動、そして利用客の減少等の理由から、岩の市議会は路面電車網を、より効率的な交通機関であるトロリーバス網へ置き換えることを決定した。これに基づく廃止は2005年から始まり、最後まで残った2号線は2008年6月2日をもって営業運転を終了した。その後、 最後まで残存していた車両のうち状態の良いものは、タトシエの譲渡が実施されたほか、施設の一部についてもトロリーバスへの流用が行われている。KTM-5。ありがとうございます。